ハモモハ、皆さんこんにちは、モモハと。皆さんこんにちは、おしまひなです。よいしょ。今回は何の企画をするかと言いますと、こちら前はこのバージョンではなくてラーメンバージョンだったんですけど、今回は焼きそばバージョンということで、前よりも難しいのが、前はただの早食いで食べれた人が賞金をもらえるって感じだったんだけど、今回のは真顔で食べろっていう、不安能でこれを食べきらなければならない。しかも早食いだからね。でも無理はしないでください。はい、とりあえず真顔で食えということなんですけども、はい、でも見るからにパッケージが辛そうなの。でも試したことがないのでね、どんな辛さかどうかがわからないんですよ。え、唐辛子入ってんの？やだ、辛いし暑いし。だからね、これを頑張って食べていきましょう。それでは準備ができたということでね、はい、まあ、最後のとどめということで入れていきましょう、激辛マヨ。もう色がおかしいんだって。マヨの色じゃねえんだよな、もう。うわー、赤いの。うわ、とどめの一撃。どんな色よこれ。な、絵の具のオレンジ。うん、わかる。お手を拝借。いただきます。いただきます。うわ、でもこの間のラーメンよりはさ、まだ頑張れない。同じぐらい、同じぐらい痛い。え、おいしい、おいしい、めっちゃ美味しい。無言になっちゃう。固まっている。辛いか？辛くはないけど、お腹が熱い。分かった、鼻炎の薬飲んだからあんまり感覚がないのかも。鼻炎の薬飲むと副作用でボーっとするじゃないですか。眠くなったりとか、味覚がちゃんとしてないんだと。なんかあんまり、あ、なんか味がしない、ピリピリしてる。鼻炎の薬飲みたい。だいぶなくなってきましたね。薬漬けみたいな感じになってるのに、辛くもなんともないんですよね、今。嘘でしょ。最後の一口いただきます。うん、うん、完食しました。8分。これうちめっちゃズルですよね。ドーピングみたいな感じが。もう頑張れ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 。でも結構食べました。真顔だった。まあ、真顔じゃなきゃいけないのか、これ。最高、いただきます。最後じゃなかった。うん、完食です。何が早食いじゃ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。早食い的には私の方が早かったんですけども、でも私はノーリアクションで早食いなんですけども、最初の方めっちゃ普通にリアクションをしていたんですね。ってことは、この勝敗はひなちゃんの勝利です。ドーピングしたし申し訳ない。ドーピングはマロ。まさかね、鼻炎の薬がこんなところで発揮されるなんて思わなくてびっくりです。今日の動画ここまでです。明日の動画はこちら。無印のね、化粧品縛りということで、楽しいです。